皆さんどうもお疲れ様です。チャンネルを見に来てくださってありがとうございます。簡単に自己紹介だけさせていただきますと、僕は毎日、キューエドがメインであるんですけども、シーバスの方を実調して、水温だとか濁りだとかですね、ベイトの有無とか、その辺の方をお伝えしていただいて、毎日動画の方をアップさせていただいている、七尾と申します。もうすぐですね、8月25日で、ちょうど釣り動画をメインの YouTube を始めて1年間が経とうとしております。でそれに伴ってちょっと企画なんかできないかなと思って、始めさせていただいたのが、1周年直前感謝として、イベントとして、ダービーですね、日時の方がダービーの方を開催させていただきますと。で、優勝した方にはもう最初に言わせていただきますけども、こちらの、トロフィーですね、釣り竿を持った男性が、男性かわかんないですけど人間がいる、こちらのブルーとゴールドの、トロフィー、七尾シーバスフィッシングダービーファーストタイムチャンピオンというね、こちらの方を大体40センチ45センチぐらいのサイズのトロフィーになるんですけど、これを、商品として授与させていただきますということですね。1位になった方ですね。で副賞としてこのメガドックの方のこの折りからを、プレゼントさせていただきたいと思います。でこの2つを、優勝した方にプレゼント方をさせていただきたいなと思います。で開催日時なんですけども、8月9日に変わった瞬間からですね、令和3年ので、8月25日が終わるまで、26日に切り替わるまでの間に釣れた、丸鈴木をターゲットさせていただきます、対象とさせていただきます。で参加条件なんですけども、よくあることではあるんで申し訳ないんですけども、僕のですね、七尾っていう釣りの YouTube チャンネルですね、そちらの方を登録していただいて、であともう一つなんですが、これ結構大事なんですけど、 Twitter の方を、今作ってるこの動画の概要欄の方に Twitter の僕のねアカウントというか飛べるページを貼らせていただくので、そこにぜひ行ってもらって、僕の、Twitter をフォローしていただいて、なぜかっていうと、その魚を釣った写真を送って確認させてもらうために、これはぜひともお願いしないと参加ができなくなってしまうので、よろしくお願いします。でそれで写真の方を送ってもらって、僕が確認して、あ、記録更新したな、誰々がまた抜いたなっていうのを繰り返していくのがダービーになりますので、それで大会の8月25日にゴールした時点で一番大きい人がチャンピオンとなりますので、ぜひこちらの方よろしくお願いしますと。で、3つ目がチャンピオントロフィーを、優勝した方には、送らせていただくことになるんですけど、メガドッグと一緒にですね、優勝した方にこのツイッターで DM で個人間で僕とやり取りしてもらって、どこどこに住んでます、何々です、住所はこういうものですって言って、チャンピオントロフィーとメガドッグを送らせていただきますと、送らせていただきますと。で送って受け取ったら、その写真もらいましたっていう、このメガドッグとチャンピオンで優勝しましたっていう動画を、写真をですね、僕にまた送ってもらえる方で、それは首から下からでももちろんいいですし、例えば自分が YouTube チャンネルやってるとか、なんか宣伝をしたいことがあるっていう方であれば顔出ししてもらって、それをなんか宣伝したいことをバックに撮ってもらっても問題ないので、とにかくもらいましたっていうのを、顔出し有無 OK だろうがダメだろうが、ここからでもいいんで送ってもらえる方を対象にしていきたいと思いますですね。それは3つ目で、あとは4つ目が、その釣った日付と時間とかですね、あとは大まかなポイント、これは、旧江戸川河口、旧江戸川何々橋とか、例えば船橋港どこどこエリアとか、例えば加納川の何々橋の下とかですね、荒川中流下流上流とかじゃなくて、荒川とか、旧江戸川とか船橋とか青野川で釣りましたとか、加納川で釣りましたとか、そういう大まかなポイントでいいです。その川のどこどことかって細かいのは、載せなくても大丈夫ですので、よろしくお願いします。はい、であとはちょっと細かい内容になってくるんですけども、おかっぱり限定ですね、これはウェーディングも禁止とさせていただきます、おかっぱりのみですと。でルアー対象で釣れたのはルアーのみですね、餌はダメですと。でワームは大丈夫です。で釣り禁止とかグレーゾーンで釣ったところは、やめてくださいっていうことですね、魚ですね。でここのツイッターに送ってもらえる写真の最低サイズの条件なんですけども、75センチ以上をお願いしたいと思います。なぜかっていうと、どうなるかわからないんですけども、こういうのやったことがないんで、ツイッターに写真を送ってもらうときに、50センチとか45センチとかでも、
からマックス90とか1メートルまで無限にありますけど、その中の幅を広げてしまうと大量の写真が僕のところに送られてきてしまう可能性がゼロではないので、それを避けるために多分優勝者は80センチ超えてくると思われるんですけど、一応そのね条件ちょっと厳しくさせてもらって75センチ以上の釣った方にこの僕のところに DM を送ってくださいと、もしかしたら75センチでも優勝できるかもしれないし、その辺はちょっと開催してみないとわからないんで、75センチ以上釣った方で参加したい方は送ってくださいという感じになります。でサーフとかでもいいんですかって聞いたんですけども、サーフもこのウェーダー着てやると思うんですけども、サーフも別にルアーで釣ったんであれば OK です。でターゲットは丸続きになりますので、平続きとかそういうのはダメですね。で写真の撮り方なんですけども、ですね、左側に魚の頭を向けてもらって、でその下にメジャーを置いてもらって、で左下にルアーを置いてもらって、で右下にこのね、これ大事なんですけども、何でもいいです、紙でもプラ板でも何でもいいんで、この7尾って小文字で書いたローマ字を写真の右下に置いてください。分かるようにだいたい手のひらサイズぐらいでいいと思いますので、で紙に書いて持ってって濡れてしまったりとか、ライジャケに入れておいて濡れちゃったりとか、どこ行ったっけってならないように、例えばジップロックに入れてもらうとか、ラップでこうくるんで1枚くるんで折って入れておくとか、それでもいいんで分かれば大丈夫です。はい、ということが条件ですね。でこのメジャーの方もできればこの指ぐらいあるやつあるじゃないですか、5センチとか6センチぐらい幅のあるやつ、僕が一目で見てサイズがはっきり分かる方が、できれば助かります。もしないよって方だってもサイズが確認できるんであれば OK ですが、サイズがちょっとねこれ何センチだったかわからないとボツになる可能性があるんで、よろしくお願いします。で7をやってもらって、ルアーも必ず釣ったルアーも必ずここに、口から外した状態で置いてもらって、でここにルアーの説明も書いてください。何で釣ったか、何のルアーで釣ったか、ルアー名ですね、ルアー名もお願いします。はい、これも条件として追加させていただきます。はい、そんな感じですね。でこのスズキの測り方なんですけども、口閉じ尾開き限定とかそういうことは一切ないです。その送ってもらう方がこの釣った魚が一番長く測れるであろうと思う測り方でいいんで、口が開いてようが閉じてようが、尻尾が開いてようが閉じてようが、その魚が一番自分にとって長く測れましたっていうサイズで取ってもらって大丈夫です。はい、っていう感じになります。でこれが、何かと言いますと、秘密の紙になるんですが、多分同着ってことがあると思うんですよ。例えば88センチ2人とかなった時に、じゃあどうするのと、ウェイト測ってないじゃんってことになると思うんですが、その時にこの秘密の紙袋が、この星を3つ書いて、作りました。複製できないように僕が、僕しか分かってない紙、これが発動します、同着の場合は。でこの条件を満たした人が同じサイズだったとしても1位になりますので、よろしくお願いします。でこれはもうずっとここに貼っておきますので、はい、っていうことになります。でこの2つはちょっと必ずぜひ、まあこの4つは全部ぜひお願いしたいところでありますので、よろしくお願いします。でツイッターに関しては、僕にメンバーのツイッターのフォロワー数を増やしたいと思っているわけじゃなくて、こっちは増やしたいんですけど、これは別に増やしたいわけじゃなくて、写真の確認がねできないっていうことなんですよね、これがないと。なんでツイッターを解説し、やってない人は解説してもらうか、ぜひフォローしてもらって DM が僕とやり取りができるようになっていただけないと参加ができませんので、ご注意くださいという感じです。はい、ではもし質問とかありましたら、ツイッターで DM で、もしどうしてもね今この撮ってる動画ではわからないとかっていうのがあるんであれば、質問してもらってもいいですし、ナナオチャンネル、ナナオの釣りのチャンネルの方からコメントもらってもいいですし、ね、その辺確認していただけたらなと思います。ぜひ皆さん、この限られた期間ではありますが、安全第一でぜひ大きいスズキを釣っていただいて、ぜひこの何回もね自慢してて、僕が欲しいぐらいです。僕も参加しようかなと最初思ったんですけど、このトロフィーとメガドック、メガドックはちょっと価値がね正直分かれるところであると思うんですよね。ビッグベイトやらない人もいるかと思うんですけど、まあ転売しないでくださいね、何回も言いましたけど。でもしかしたらサイン書いちゃうかもしれない転売できないように。はい、
でここにもしかしたら七尾のなんとかとかっていうメッセージがよく僕書いてお渡しするんですけど、書いてしまうかもしれません。その辺だけちょっとご了承ください。はい、ぜひ皆さんチャンピオンになってみんなに自慢してください。では皆さんどしどし、参加の方お待ちしておりますのでよろしくお願いします。であとは最後に、全国です。日本全国です。で船釣りはダメですけどね、日本全国でのアングラーさんがターゲットになりますので、ぜひ、キュエ動画だけではないのでいろんな県の方参加の方をぜひお待ちしてますので、よろしくお願いします。はい、では失礼いたします。参加お待ちしてます。失礼します。